コルグ 01WFD01W とは、コルグが1991年に発売したシンセサイザーの型番、機種名である。PCM 音源方式の i スクエアシンセシスを採用している。シンセサイザーとして基本的な機能を持ち、また元の PCM 波形に AM 変調により倍音を加算できる 01W ならではのシンセサイズ方式、ウェーブシェーピングを持っており、 ノイジーな音作りに便利であった。また高機能なシーケンサーも搭載されていて、01W1 台で音作りから打ち込みまで行え、ミュージックワークステーションと呼ばれ世界中の著名ミュージシャンに愛用された。メイン CPU に NEC の V50 を採用している。型番の読み方は01スラッシュ W ではなく 01W が正式であるとされている。 同社ヒット商品 M1 に似た文字列の名前であることから様々な憶測や都市伝説があるがいずれも公式なものではない。開発者たちは M1 の10倍 E から M10 という名前にしようと提案したところ社長にそんな単純な名前ではダメだと却下され M10 を逆さまにした h W となったという逸話がある。型番については単に上司が テーブルの反対側から見て 01W と勘違いしたのが元でそのまま 01W になった説が一般的だが Nintendo ソフト M01 の公式ガイドでは M10 と名付けようとプレゼンテーションした際対面に位置する社長から見たら文字が逆で 01W となったという説を掲げている繰り返すがいずれも公式のものではない PCM カード コンビネーションプログラムカードのセット PCM カードは 03RW 用と共通。コンビネーションプログラムカードソングディスク3.5イン 2DD フロッピーディスク。01W、01RW はフロッピーディスクドライブを装備していないため使用不可。GMP シリーズはロードすることで音色を二次的に GM 配列とすることができる。PCM カードコンビネーション プログラムカードのセット PCM カードは 01W 用と共通。フロッピーディスクドライブを装備する X シリーズにはロードして使用できる。コンビネーションプログラムカード X2、X3、X3R にはロードして使用できる。小室哲也は 01W を良しきとのユニット V2 のライブや自身2作目のソロアルバムヒットファクトリーのレコーディングや 収録曲、トゥーシャイシャイボーイをテレビで演奏した際に使用した。しかし、ボディ背面のロゴを黒テープで隠して使用している。サザンオールスターズのキーボーディストである、原優子は、01WFD をサブ機として88件、メインキーボードの上に載せ発売当時から、現在もライブで使用している。i v の高瀬和也は、01W が壊れるたびに、修理や、 新しいものを必死に探して使用している。01W がないと曲が作れないとのこと。ネプチューンズのシーケンスは 01W を使って行われていた。0 1ーはイエローマジックオーケストラが1993年に再結成してリリースしたテクノドンによる東京ドームでのライブにおいてメンバー3人のそれぞれメイン鍵盤に採用された。 01W 用カードセット XSC-3S または 03RW 用カードセット USC-3S に含まれている。この処置は当時同じく使用していた JD-800 にも行われている。ありがとうございます。